だけど、48かなんぼかわかんないけど。だとしても、これ今回のって、仕様上見れちゃうん、見えちゃ、見、見れるんだよね、仕様上。追跡さ、して、してたら5秒見れるとか。これ見れんのかな？じゃあ、ロッカー入ってんの見えんのかな？ちょっと悪いけど安全策を知らせんの。びっくりした。こういうのでも見えてるらしいよ。ちょっと、この回してから、やばっ。トラッパードレイス、判明した。とりあえず。あれ、救助行ってないの？いや、本当なの？これ、野良って。本当なの？これ。パパ。すみませんね。申し訳ないです。やらかした。みんなで罠を共有することも大事。草むらに置くタイプ。焦ってると物事マジですよ、ね。言ってる。意味ないから。来てるのは分かるけど、向こうの発電機一緒に回す。いや、もう連発でこうなってるし、何回目だよ。助けに来ねえしよ。まず助けろっつうのよ。まずよ、ダメだよな、コロノラの使えなさ。そこにいるのに誰も来ないで治療やってるやついんの、ダメノラだよな、ほんと。昼何回言ったダメノラって。もう、まず人間性としてやばいと思うよ。ミカエラ見たか？来てるに決まってんだろ、まともなやつって。あの二人組が相当やばいと思うわ、ほんと。変な草むらとか、あそこの角とかに置いてんだな。言いたくないけどさ、おかげでこんな感じで言うから、もう、アドレナリンが湧いて、状態は良くなってきてるわ。みたいに状態が良くなってる。でもらうしかない。田村とか、なんか中途半端なのかな。畳みかけるように。畳みかける。側を。だけどもうヒルさんのお家で、もう昼も何度もファインプレイ見せてる。あのさ、もうラグンダーは感謝しろよ。こんなプレイができないんだって。予備動作を取ってくるくる回しながら見てやってるっていう。だから早いでしょ。多分相当早いんだわ。めちゃくちゃ早いでしょ。普通の野良？何もやんねえから。
くりするぐらい殴られてあんまやねえから、ほんと遅いって。ほんと、みんな思うよ。遅って。さっきの小屋の救助も誰も行ってないし。俺がもう驚愕してるくらいだな。回せればラッキーぐらいで。なんか来た。じゃあ回すか。二人組になってやってるね、このパーティーに。あ、向こうも回してる。まあ、最後の脱出はもう運ゲーだからしょうがないやね。一応答えは出したけど。答えは出した。方面に行くと思う。罠、二人で。行ってくれればラッキー。まあ、フレンさんは斧から守らんといけない。いけない。リスクは取らない。だって俺たち2回抜けてないから。さよなら。よし、これがヒールシャーン。もうね、もう救ってられない。2回抜けられない人たちの気持ち考えて。悪いけど、エースビスコンディは生贄になってもらったけど、僕らのね、デッドバイ、また今日も頑張ろうって気持ちになるための一生だから。もう正当化しますよ、自分も。なんでしょう。うん。脱出できてないから。意味が違うと分かんないけど、これ誰？これデイビッドなの？声的にデイビッドなんだ。声的に叫び声がデイビッドっぽいわ。ちょっと高めの声で。確かにマッチョっぽいから、マッチョっぽいなぁと思って。エースリスコンティにしては、上のこっちの人は、あれやな。イタリアンのおっさんって。名前出てこねえけど、ナイトンできない。ナイトンできない。名前出てこねえ。多分ね。あの、左の感じが。イタリアンのおっさんよ。名前出てこねえよな。ナイトンできの、あの、例えば。ビットリオ。ビットリオつったか、ビットリオオスカラノさんつったか、違うかもしれない。うん。ゴリゴリのおっさん使ってる人ってね、ゴリゴリのおっさんを俺みたいに、あ、ファッションコーディネートしてね、コーディネートして、うん、イケオジにしてんのか、なんか。ネタとしてやってんのがわかんないけど。